カール・サンダースは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、グリーンビル群、グリーンビル出身のヘビーメタルミュージシャン。テクニカルデスメタルバンドナイルの中心人物として、著名。主にボーカリスト、ギタリストとして著名であるが、ベースやドラムスなどのバンド関係の楽器や、サズ、ブズーキなどの民族楽器も演奏することのできる、マルチプレイヤーである。現在、ディーンと契約しており、 KXK ギターズには2本のシグネーチャーモデルがある。また、同人物が、中心の同盟のアンビエントプロジェクトも存在する。テクニカルデスメタルないしは、ブルータルデスメタルに、ワールドミュージックや民族音楽に分類されるような、中近東の伝統的な音楽を融合するという、ケウな音楽性を有するバンド、ナイルのボーカリスト兼ギタリストであり、中心人物である。カールは、 中近東の歴史や文化、音楽に強い興味を持っており、ヘビメタルのみならず、スタール奏者のラビシャンカルやカワーリーの歌い手である、ムスラト・ファテー・アリー・ハーン、チベット僧侶の演奏にも大きな影響を受けている。ナイルの歌詞はすべて、カールのペンによるもので、エジプト学と他の古代の中東の文化に対する、カール・サンダースの関心に基づいている。また、これらに加えて、 ハワード・フィリップス・スラブ・クラフトからも強い影響を受けている。アルバムには個別の楽曲にカールによる詳細な解説が掲載されている。エジプト学や古代の中東の文化に対する造形も深く、内容が専門的であることもあって、大学の教授や博物館の職員からカールへ手紙が送られてくることがあるという。 ナイルの項を参照ナイル結成前から活動しており、1989年に結成されたスラッシュメタルバンドモリアで活動していた。ナイル結成後はナイルに専念していたが、2004年にサイドプロジェクトとして自身の名前を冠したプロジェクトカール・サンダースを立ち上げる。同プロジェクトはプロジェクトの項を参照。左手前がカール・サンダース。 KX 系ギター製のダブルネック V を使用している。カール・サンダースはナイルの中心人物、カール・サンダースが立ち上げたアンビエントプロジェクト。エジプティアンフォークミュージック、ミドルイースタンフォークミュージックの要素が強いアンビエントプロジェクトである。2004年に立ち上げられた。現在までに2枚のアルバムをリリースしている。旧メンバー、ありがとうございます。